ゼルダライブ、俺ね、なんかね、とりあえず見た目がすごい良くてさ。日本語めっちゃされてるね。コーンフォックス&ブラス。音楽、すごい。K-L-L-L 読めない。スマホでもできるんだ。へぇー。リードプログラマー、ユッカ・ウィリアムナー。作、ヒエッキー・レッポ。どこの国の人たちなんだろう。I'm leaving tonight and I'm not coming back, kid. My fate is tied to a monster from the depths of time. Oceanhorn. I hear its horrible sound echoing from the sea. It is coming for me again. This is all happening sooner than I thought, and I am forced to act. Whatever happens next, I'm not going to lose you like I lost your mother.This necklace is the last thing left of her. Keep it close and guard it well. I will give you my old notebook for my travels. It will guide your way to an island of a friend. He will help you to prepare for what is coming. I know I'm asking too much of you. But this is the only way to stop Oceanhorn. なんや Wake up. The time has come. え、俺家におったやん。あれ？めっちゃイケメン。なんや、ネックレスは。チャレンジ、お小遣い、コインを25枚集める。あ、見てなかった。コントロール表示スペース。パッド割り、パッドどこ行った俺。ちょっと待って、パッド探す。あったあった。ブラシじゃない。ブラシじゃない。そう、オーシャンホーン、オーシャンホーン。バイオの新作はね、バイオシリーズずっとやってないもんな。カメラ回転、攻撃が、X 攻撃、A がアクション、アイテム使用 B、Y が魔法をかける、ライトトリガーで盾か。フレメルト先生30なんですけど。オプションはないんですかね。おーん。アクションで壺を持ち上げる。ああ、動か、落とす、これが落とす、動きながらだと投げるんだ。はあ、ゼルダやな。ダッシュ、あ、ダッシュ、あ、スタミナがあるわ、多分。あれスタミナじゃね？ミニマップにヒントが隠されていることがある。ミニマップにヒントが隠されていることがある。
ハーミットの声。あ、泳げるんや。あああ、やばい、スタミナが。なるほど、理解した理解した。結構な腕力してるわ。敵や。おー、いや、いいよこれ、なんかオーソドックスとっつきやすいし。まあね、うん、でも、まあ、まあ言うて今のところなんだろう、これがゼルダのパクリだって言ったら元も子もないレベルで違うと思うわ。うん、あのいわゆるこれ完全にオマージュっていうかリスペクトってやつだと思うわ。よく眠れたか、あの悪魔までミルク、お前の父さん若い頃旅に出るたびにここの島を訪れるものだった。完全にさ、これ、あ、やべ、ゼルダ好きですって感じだよね。ハーミットの小屋。マスターキーが必要である。すげえ、何でも取れるぞ。あと数週で順が、あ、わかった。ねえ、ちなみにこれ結構古いゲームだよね。これいつのゲームだっけ？アルカで使用されたチェックポイント。カジノで使用されたチェックポイント。良くない言葉と不審行為の皆さん、自分の使い方をする必ず注意とか、触れない集めてみると心配なくて。あ、草枯れる草枯れる草枯れる。2015年の3月か。なるほどなるほど。スカイリムなんて即死やで。ほんまや。あら。なんだこれ。もともとがスマホなのこれって、すごいね。あ、やべ、もともとスマホでこれか。これかなりすごいぞ。ポートがいい感じだと思うわ。ハーミットピクニック場所。
降りられた。探検家のクリスタルの原石を手に入れた。 25XP4。 あ、これ、なるほどね。なるほど、なるほど。レベルがあるっていうことだよね。アイテム、クエストアイテム、コインを25枚集める。チャレンジもあるのか。チャレンジがコインを25枚集める。賢い男は10枚以上のサインを読む。父の剣と盾を入手。なるほど、なるほど。うん、カメラ回転ここまでしかできない。回転ってレベルじゃないね。ちょっと動きますよぐらい。お茶、お茶ゲットじゃ、クションを倒して投げた分コントロールです。オッケー。ほうほうほう。はあはあはあ、また溺れちゃう。そう、視点がほぼ固定。横にスライドしたらオプションっぽいのあったな、あった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 。画像だって。鍵がかかってるって。チョコでいいんじゃない。どうなるんだろう。うわー、めっちゃヌルヌルだった。うわ、すっげーヌルヌル。うわ、すっげーヌルヌルだわ。ロックで直訳だね。うわ、気持ち悪いくらいだ、ほんと。ぬるぬるぬる。あ、ごめん、かすれた。オッケコイン、ハート、その他にいろんな場所に隠されている。いろんな場所に隠されているんだ。ねえ、慣れたら本当もう30がね、30本当あれなんだよね、わかるんだよね。アクションボタンぶった押すことができる。なるほど。普通の鍵を手に入れた。 OK。 なんかいろいろ隠されてるって言ってたけど、まあいいね。ねえ、よっしゃ。やっぱりみんなゼルダだね。みんなゼルダ言ってるわ。開発にとっちゃ、開発者にとっちゃもう当たりなんだろう、それが。お、怖い怖い。ね、ミニマップをよく見ろとかって言われてる気がするな。
なにあれ、ちょっとかわいいぞ。リセットボタンを取り、まず1、オッケー。かわいそう。あ、もうレベルがアップした。どうなの、レベルアップ。スタートボタンを押す。旅行者になった、体力が回復、10個に手に入れた。お小遣いも上がった。ニンテンドースイッチの暇つぶし新作ですか。これ暇つぶしにいいわ、ほんと。釣りもあるんだね。回想シーン、あ、ログがあるわ、ちゃんと。スキルとかアイテムと魔法あるけど、スキルとかないんだ。釣りがあるんだね。で、ちょっと優しいよ。なんかさ、多そう、なんかすごい落ち着くわ。オーソドックスな感じでさ、多分そこまで長くないだろうしね。パースネクト、ただのペンダントじゃないみたいだ。おい、剣と盾を手に入れたよ。なんでここに、なん、あ、長いんだ。え、そこそこ長いんだ、これ。へぇー。ね、ちょっと、長ーいゴマダレだったね。自動装備かな。あ、モーション結構あるわ。チャレンジあるわ。小遣いはまだやってるんだよね。あれ達成20。チャレンジが選択できないんだよね。あ、ああ、これスワイプだ、これスワイプ。これあれだね、いい感じに。夜だけ熱い思いとかね、暗殺しかくれない両親がいるという武器を残すとはですね、確かにその通りだわ。BGM 作った人聞いたらびっくりする。ん、どういうことだい。これでいいよね。デザインいいね、結構ね。うん、スマホどんな感じなんだろうね、これ。なんだね。ゼ、父さんの現状で出てる。ゼルダ、そうだね。わかりやすいと思う、それが。ついてこい、話がある。
A long time ago, these islands were the mighty kingdom of Arcadia. The age of enlightenment led Arcadians to outstanding scientific discoveries. Engineering and magic ran deep in their blood. A foul war began as Dark Lord Mesmeroth, who had once been a promising candidate for an Archmage, led Direfolk armies to a war against Arcadia. With the aid of his dark magic and the Direfolk, Mesmeroth dug deep into the ground and brought to daylight something that should have stayed in the depths of the earth. Tryloth, a mass of dark energy left over from the creation of the world. Black boats arrived to the gates of Arcadia, carrying the dark energy Tryloth. Soon the light from the world and from the hearts of men faded. The once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, three sea monsters appeared. One of them was Oceanhorn. It is a vile creature, born under the dark burning light of Tryloth. Although all of these monsters were powerful, only one has survived up to this day. Oh, it is getting late, kid. Return to me in the morning. Ha! Majide FF no Ematsu-san? To Sagai series no? Sagai series no Ito-san? Maji suka? なんなのこのゲーム、このゲーム日本のゲームなの。また朝に来い。サガシリーズ、サガシリーズどいつか、なんでだろうね、なんで作曲したからオッケーってそんな簡単にいかないよね、普通ね。いや、いいことなんだけどさ、いや、素晴らしいけど、いいね。いやーすごい、絶対ガラガラ。これね、なんだっけ、ごめんね。ホーン、ホーン、オーシャンホーン、オーシャンホーン。あ、でも違うから。バートって何やったっけ、バートして何やったっけ。オーシャンホーン、今のところのストーリーだと多分海の、汽笛みたいな感じだと思う。あのボーンっての方だと思うわ。家に帰って寝れって言われて。バトルも違うから、それ全然違うから。あれ、これもしかして永遠にレベル上げできる、ここ。
うわ、何や、この左のこの歯車的なのはお前どうやって下げんねん。ただジェイク・カウフマン、適当なエンジンポーンってこの青い矢印って何なんだろう。すげえ気になる。すごく高いと思う。そんなあっ、かわいいな、効果音が。効果音かわいいぞ。バッシュボーイですねネックレスがあの暗黒の怪物をも引き寄せたにしなえない。お前の父さんのせる通りだ。怪物と悪の力がこの世のバランスを確認している。お前の運命、オーシャンフォントと共にある。お前の父さんのようにな。これ以上隠しておくにはいくまい。おくにはけにはいくまい。 Old scriptures tell about sacred emblems relics that hold the power of gods。 なるほど。Their purpose was to maintain the balance of the world, but they lost their power in the catastrophe, at the same time as Oceanhorn appeared. I believe that was no coincidence. To unravel the mystery of Oceanhorn, you must find out what happened to the sacred emblems. Right. Here is what I know of them.The emblem of Earth that belongs to the Aru people is hidden in the Perta Desert that was once a vast and beautiful forest. Most of its beauty withered along with the Aurus, wise and fearless bird people. The emblem of Ocean belongs to Gilfolk, the people living in the waters of the world.Emblem of Ocean is a relic of their long past glory and former power. The emblem of Sun was the pride of Arcadia, a symbol of hope and determination for our kind. I will tell you more about it later. It is time to begin your journey. Seek the sacred emblem.This is the only way to get to Oceanhorn and find out what happened to your father. Oceanhorn って場所？ストーリー？ストーリー？ねえ、ロサトの道の駅に聞かれる通りに行き、人々の話を聞こえ、この鍵ごと前の船が止まってる、鍵だ。新しい島が発見されました。島を探す。マスターキーだよ、多分ね、俺マスターキー手に入れたと思う。イエーイ、ハートのかけら、オッケー。ごまちゃうで。よし、ドーン。おお、船旅やで、船旅。
世界中、はい、いただきます。あれあれ、え、俺世界中開こうとしたんだけど、なんでこの不思議な貝殻ついてお前の話があるけど、お前の旅に役立つことができるかもしれん。不思議な貝殻未知の 3%。 へえ、まだまだじゃあ、え、めっちゃ広いやん。なんだここ。え、なにこれ、めっちゃ気になる。これ浮いてるやんけ。あ、いけないのここ。浮いてるからいけないのかな。え、なにこれ。え、まさか、こっからここに行きますよっていうこと？で、その後ここに行こうぜっていうことなのかな？違うのよ。よし。わあ！海だ！普通に海だ！うわあ！あ、何あれ！いい天気で気をつけていただきました。ありがとう！ありがとう！ありがとう！ああ、なんか落ちてるあそこ！何あれ！ああ、なんかいっぱい落ちてる！浮島やで！うわ、めっちゃ来て！あ、ぶつかるぶつかるぶつかる！え、撃てるの？あ、今まだ武器持ってないからかな、俺。あれ、終わるで、今度、浮島の方をちょっと見たいから、浮島行こうぜ。アイテム回収できたりする、出るっぽいな。できるっぽい、できるっぽい。はぁー。あ、ち、夕方になっちゃった。What a wonderful little village. You know, this was the life I always imagined for myself.There's no time to rest, though. I'll just ask for directions and move along. Bah! Bah! 今のでまだ 3% か。あれ？え、主人公の、あれ、お父さんの声、今の。だからさ、何でぶつかってくれ。また。もう一回お父さんなんか言われるかな。お父さん喋って。喋んないのか。ティカレルへようこそ。島の場所が分かったらボートに持って世界地図で、確認するといい。なるほどなるほど。なんだっけ、チャレンジ、物や物体を100回動かす、保安官ティカレの平和を守る、太っ腹の2000コインをショップで使う。なるほど、それはちょっと厳しいな。100回動かすって今何回なんだろう。こういうことでいいのか。うんうんうん。手から向かう船を眺めるのが好きなの。少し前、奇妙な黒い船が動く。島の向こう側に止まったわ。あれは何だったのかしら。すいません、お邪魔します。
ダン、ここにいないってことは貨物船、か何か手伝ってるんだろうな。フィルさんの機嫌が悪いんだ。ネズミが出るって話をどっかで耳にしたみたいでね。この倉庫にネズミはうちのアシスタントだけですって言ったんだが、来ていたら丸のちょっとネズミが樽のそばでうるちょしてるじゃないか。早打ちなんとかしろボス。うわっ、ネズミやっちゃったらいいのかな。壺を壊さないでください。よし、壺はなかった。壺なんて落ちてなかったんだよ。だから問題ないよ。ごめん、普通治ったかな。じゃあ、去年不毛の、また神の話してる。不毛の地への旅行に参加したんだ。くだらない旅だって、オール族の神殿見られると思ってるのはあるのは荒れ地ばかりで、靴は砂だけになるし、ひどい日焼けがするし、あんなところに行くやつの気が知れないね。不毛の地、お、新しい島が発見されました。めっちゃ押される。爆弾って素晴らしいと思わないかい。道を開いたり、道を塞いで何か爆発できたりするんだ。手に入れる機会があったら爆弾の島で絶対買っておくべきだよ。爆弾の島なんてあんの？すげえな。釣りとかできないのかな、まだ。ね、不毛の地、不毛の地なんて探さなくてもね、ここにいっぱいいるんだ。冒険者のギルド、北根学びの友よ。お、冒険者ギルド、ここ。太陽の祭り、大祭伝統行事で大祭の前から、大祭の前から続いているどんなアングルも女神ソルの祭りを私たちから取り上げることができん。うちの人たちみんないい人だね。誰も怒らないわ。ネイティの日記で勝手に見るのよくないな。読ませろー。猫の声みたいわ。にゃー、あ、花火がある。ギルドやってみる。ちょっとすいません、お邪魔します。とてもどんな巨大な怪物にも弱点はある。いろんな作戦を試せ。逃げる勇気も解けないですよ。オッケー。冒険者レベルはモンスターを倒したり、チャレンジを完了したりタスクを達成しながら、青いダイヤは経験値を表していて、集める数の応じて冒険者のギルドによりレベルアップを認められる。次のレベルで上がるのに必要なダイヤの数はメニューで確認できるぞ。私のアドバイスにしこまえさんの横粒の伝説になれるさ。レベルがあるとどうなるんだろう。コインはしょっぷり使おう。ボケ出る前作れるのアイテムも揃えよう。オッケー。これボケしたと明治レベル到達できないの。外した。ザリガニ洞窟、地震により通行止め。なるほど。あ、全員喋るんだ。魚はみんな水中に目撃されてあの怪物を恐れている。夜になると怪物の出すきしむような音が聞こえてくるんだ。身振りがするよ。うん、身振りだったよね。いい天気だね。いらっしゃい、何が必要だい。あ、お店だ。せかハートを一つ補充して死から回復します。予備のマナ、在庫なし、在庫なし、在庫なし、なんも在庫ねえじゃねえかお前。ハートが一つ追加されます。古代のコアテルように見えますが、まだ信号を受信します。金ねえ。
険、これは危険で突然崩れ落ちる可能性があります。近づかないでください。なるほど。広いな、なんだかんだ。あ、なんかビンゴしてる。オフェル旅楽しかった。でも帰りは船酔いしてしまった。船長が出航前にある場所で休んでくれて助かった。船長はなんていうのこれ、高砂、違うの、佐護州、違うの佐賀、と呼んでたっけ。そこで体力回復することができたの。お、やったね。あれ、俺積んでない。ああいう方積んでねえよ。積んだと思った、正直。刺すでいいの。なるほどなるほど、オッケーオッケー。みんなありがとう。ネイティの野菜、ネティかな。もうすぐ太陽の祭りで父は花火の準備忙しくしている。私にゴールまでハミングヒルは立ち入り禁止なの。なるほど。なるほどね。へえ。あれ、俺これ積んでね。あぶねえ。ああ。え、何やもん。よし。うん。俺これ迷子なってるね。多分これ迷子だわ。怪しいな、ここ。怪しいけど何もねえわ。かわいいんだよね、イチチ。なんかね、よく、こう、一応高低差はでもあるみたいね、コウモリさん。羽ほんとねえな、こいつ。オッケーオッケー、よかった、戻れた戻れた。ふぅ、危ないぜ。
これ儀式のやつだよね、多分ね。壊しちゃダメだよな、きっとな。ロックってどのロック？鍵？おお！何や今の、落ちちゃったわ。ハミングヒルの小道。ああ、敵をロックオンね。びっくりした。てかどう？ここの雰囲気は大好きな敵いるけど、天気良ければ空の島も見えるわ。なんかうかつにさ、下に降りたらなんか戻ってこれなそうで怖い。あ、降りられない。うん、灯台ではなかったね、多分ね。なんか祭りが近いからそれだと思うんだけど。よし。アルカディア、各国警察の何者なのか見ることができない。ゲームを持ち上げたの。ブラザーいいね、確かに。千年前に大戦を送るまでアルカディ王国は東北に広がった後、王国国にもあった、その先生がレベルに守られていた。昼だから何もないのかな。やっていいのかな、こいつら。食料じゃないよね、これ。食料だったらどうしよう。食べ物だった。冒頭用のひまわりの種の銃。え？手に入れた。え？あ、冒頭用。え？なるほどね。へえ。なるほどなるほど。冒頭がレベルアップした。へえ。モルラって違うから違うから。ミニマップ、あそこどうやって行くんだ。ここの宝箱も欲しいけど、これ爆発させるのかな。なんかここは爆弾島かな。ここ降りられそうだけど、降りるとなんか戻ってこれなそうだわ。大丈夫だったわ、降りられなかったわ。やっぱ買えるものがないね。ボートに乗ってボート、うんうん、ボートに乗ってボーっと過ごしたい。蜘蛛の血ね、うん、あ、爆弾の島だ。俺じゃないから言ったの、違うからコメント言うだけだし。あ、これが何け、刺す。行ってみようぜ。あ、ほんとだ、撃てる。あー、なんかおる。
うわー、すげー。これマウスの方がいいわ、これ。うおー、すげー。あ、プツプツ。よし、箱に何も入ってなかったわ。ナイスボットじゃないか。あ、なんかオレンジのある、何あれ。ブラッドストーンって言うんだよ。まるで炎の血が入ってるの、輝きだ。なんだろう、ブラッドストーンって。うわー、何使うんだろう。イエーイ。硬い。硬いけどなんか心地いいわ。HP が回復できるんだってよってここで言われたんだけど、できなくね。そう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 。てっ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 てなるのがいいわ。わかりやすい、わかりやすい。爆弾の島行きたい。いいね、綺麗だね。めっちゃ練習できるこれ。あ、結構適当に言っても当たるわこれ。すんげえ練習できるんだけどこれ。ブラッドストーン回復なのかな。ねえ、しかも無限だよ、無限。おThey say this was the place where Tryloth was excavated. Now people come here either to work at mines or buy bombs. They say you should never enter caves or dungeons without some bombs. There could be some puzzles in there. なんでこいつら普通に歩いとんだよ。近くの丘を歩いてて穴に落っこちたんだ。暗闇の中に光るもの見つけたら怖くてろくに確認もしないですぐに穴をよじ登ったよ。爆弾、爆弾が毎日お帰りくどうぞお入りください。腹減ってきたな。売り物爆弾ないんだ。鉱山先に亡くなったせいで買い方になくて、近くの平行に行けばいくつ爆弾が。あら、なんであんなにようこそいらっしゃいいらっしゃいとか言っておいて。お前うざくんだ。あ、100が動いたわ。燃えてる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 。こいつ2回投げたらいいんだ。あ、違うの。燃えたからなのかな。
코어 민첨을 적은 해커가 나눠 없어서 그렇습니다. 한번 더 깨물어 봤던 대로 그냥 나와요. 소 비드 다스노 대죠 비드 다스 많이 들을 거야 그래. 잠깐만 잠깐만. やっぱり 可愛いらしいな。 あ、お腹空いてんのに落ちちゃった。やめられないわ。 完全にこの人たちあれだね、ゼルダ大好き人間だね。 そう、 オーシャンホーン、 オーシャンホーン よくご存知で。 わーお！ なんか面白いよ今のところ。なんかいい感じだわ本当。2015年なんでこれ。ね、これはいい感じよ。 オーソドックスだね。いかにもって感じの、あ、まだここあれなんかな。いかにもって感じの RPG だわ。今日は鮭のホイル焼きだって、あとなめこの味噌汁うまそうやな。うまそうやな。ダメだ、やめられねえ。ちょっと待って、やめ、お腹空いてんのに。 雲の地に行って終わろう。よし、じゃあということで皆さんですね、このオーシャンホーンというゲーム、今までプレイしてなかったんですけど面白いです。あ、すごいこう直角に落ちてくんだろ。 <笑>そう、今んとこはね大当たりってやつだわ。これもミニゲームだしな。ねえ、知らない領域いっぱいあるんだろうね。 こいつ完全に見た目で選んだからな。俺も今スチームで収集するとしてたら持ってた。<笑>もうスチーマーだね。
ウィッシュリストに入れようとしたらすでに持ってたってレインワールド知らねえな、チェックだね。It's hard to believe all this wasteland used to be a forest. いい声だよね。Forests lived here. They're all gone. A great deal of wisdom disappeared with them. 土日みっちりやってクリアできる感じ。なんか実際コンパもうちょっとかかる。ダメだ、不合理。違うから。あ、やべ。お金が入ってたかもしれないのに。ゴブリンとオーガに注意。